Presented by みゆきしろガーメン。真実の恋ならば身も心も捧げる覚悟はあります。白金に大ダメージ。バカなこと。バカじゃありません。おいしいです。会長は天才です。やめいやめい。いいか、女ってのは素直じゃない生き物なんだ。常に真逆の行動を取るものと考えろ。つまりその一見義理に見えるチョコも、なぜそんなに女を疑ってかかる。女だってお前と同じ人間だ。さっきと言ってること違う。その状況を分かりやすくするとこうだ。この技を俺は壁ターンと名付けた。俺が名付けた。壁ドンです。それもあるやつです。いや、俺と篠宮は別に付き合っていないぞ。なぜ俺はこんなにもモテるんだ。それは銃、とても賢くてイケメンで、ちょっと毛の色が明るくて目元がキリッとしてるものか。俺だー。俺、確実に俺。まったく忍びやべ、顔に力が入りすぎる。普通な方を見て心を落ち着かせよう。顔怖っ。会長も晒されてください。にゃーん。藤原初期、ここからは本気でやらせてもらうぞ。ドンダヤー。はー、コマンタレブーマドマーゼル、ジュマペルミユキシロガーネ。おお、さすが会長です。ひゅっ。このままでは。真面目にやってください。え、あの死にかけのアルパカみたいなの会長。マジ。え、だ、ん、会長はいつも自転車で通学していますよね。じゃあ今日はどうして電車で来たんですか。じゃあバイトは必要ありません。嘘だろ。僕頑張ります。まあ、死、殿方と手繋いだことなんてないですけど。でもこの状況なんかモテモテっぽくていいな。しばらくほっとこう。変態、そんなもんここで出すわけないだろ。一体何を考えているんだ。師匠なのか、師匠なのか。この男、意味もなくシャドーボクシングをし始めるほど喜んでいる。もらった、もらった、もらった。俺の勝ちだって。乙女か。書いては消しいの、書いては消しいの。あ、だが挑戦する価値はある。篠宮に花火を見せるんだよ。プレゼンテッドバイみゆきしろガーメン。それは今後十数年思い出してはもだえ苦しむことになるであろう黒歴史。ああもう後悔で死にそうであった。おい、たたたたたたた、痛い、これ痛すぎる。ああ、確実にやっちまってる。無理無理。